持ってきたのは椎茸さんがこういった本を書いてるんですね。椎茸の小さな開運ブックっていうのがあって、これはどんな本かというと、はい、実は運の受け取り方は一人一人違うんですっていうところから始まるんですけど、うんうん、例えばこの世の中には成功にまつわる本がたくさん出ていますねと、うん、でその中には、私は若い頃から飛び込み営業で1日100社回って、うん、そこから得た経験は大きかったです、うんうん、とか、うん、パーティーでたまたま会った人が今の良き私のビジネスパートナーの〇〇さんです、うんうん、みたいな、そういうのってやっぱりこの若干ガツガツした、はい、肉食動物的な話が多いと思いますと、うんうん、椎茸さんは、うん、そうではないと、うん、僕みたいな人間が、その僕みたいなっていうのは椎茸さん、うん、みたいな人間がそういうこの肉食系成功列伝を読むと、うん、すごいなーって、うん、とても距離がある、はい、で道に落ちている運を肉食動物のように捕まえる人がいる一方で、うん、その運っていうのは、うん、そういう人にしか来ないの、うん、っていうと答えはノーですと、うん、でこの椎茸さんが占いの仕事で分かったのは、うん、運の受け取り方っていうのは多種多様であると、うん、というところでこの本はですね、うん、どんな本かというと、運のパターンがそれぞれ人にはあって、その運の受け取り方をカラー心理学に基づいて解説した本ですと、うん、はい、なので人には性格や思考を表す自分のカラーを持っていますと、うんうん、でその今回この本で紹介するのは全部で18色、はい、その色ごとに設問が10問あるんですね、うん、なので紙と鉛筆を用意していただきながら、はい、10個の設問、例えば赤色はこんな人です、うん、何個丸がつくか、はい、っていうので多い色があなたのカラーです、うん、みたいな話になります、うん、なので設問に答えていただき自分のカラーを知り、でまたその色ごとに、うん、こういう人で、うん、こういう運の受け取り方ですって書いてあるんですね、うんうん、なのでそういうのが分かると自分のカラーがあって、傾向の強いメインカラーがあって、うん、またサブのカラーっていうのも出てきます、うんうんうん、なのでそのサブカラーで組み合わせで、あ、この何色が私なんだなっていうのが分かるといいのかなと思ってます、うん、体調、はい、こういうの多分嫌いですよね。別に嫌いじゃないですよ。だってなんか MBTI とかだと、はい、なんかそのユングがとかって言うじゃないですか、はい、これは、うん、カラー心理学で、カラー心理学が、まあ、どこまでのものかみたいなのはありますけど、あ、はい、でもまあ心理学って言われればある程度根拠ある可能性はあるかなっていう。カラー心理学です。要はあの、なんだろう、どの色が好きですかみたいな心理学だったら、はい、あ、まあ、その研究データがあるかどうかですよね。椎茸さんにより、はい、よります。僕はどういう質問なんですか。やっていきましょうか、はいはいはい、じゃあ紙と鉛筆の用意はできましたでしょうか。まず赤色の質問10個言います、はい、赤、人に物を勧めるときに絶対おすすめと言いがち。これどういうふうに診断したらいいんですか。今の言われて、言われてそうだなと思えばチェックです。1点みたいな話。あ、もう点は関係なくて、チェックチェックチェックで、チェックが何個多いか、うん、どの色が多かったか。あ、まあだから加算していけばいいってことですよね。そうですね。当てはまらなかったら加算しない。もうスルーでいいです、はい、で赤で10個いったときに、うん、何個それがチェックがあったか、うん、っていうのが今から18色あるので、はい、まあまあ長いですけども、はい、すいません、ではまずこの赤色、人に物を勧めるときに絶対おすすめと言いがち。年に何回か非日常感を味わうゴージャスな旅に出かけたい。ハイブランドのものが好き。生活の中で背筋が伸びるドレスアップする時間が欲しい。話題作りのために無意識にファッションチェックをしている。面倒見がいい方だ。楽しくなると声が大きくなる。すぐにおごってしまう。一番じゃなければ意味がないと考えてしまう。感情が顔や言葉に出がち。体調なんかありました？1個。
僕2個でした。僕自分のカラーを赤って決めてるんですけど、はい、なんで赤になるかなと思ったんですね、はい、なりませんでした、はい、だから好きな色ってことじゃないんですね。好きな色とかではないって話ですよね。こういう傾向のパターンが何個あるかなので、はいはい、まあ、タイプ論に近いんじゃないですか。なるほど、面白いですね。では次、ピンク。 SNS の投稿は自作のお菓子などが多い。キャラものが好き。 LINE のスタンプをたくさんダウンロードしている。友達に囲まれている時間が一番幸せ。好きになった人の趣味に合わせる。話の内容に家族のことが多い。可愛いものを見ると顔を近づけたくなる。尊敬する人として真っ先に自分の親を思い出す。甘えられる相手にはとことん甘える。しゃぶり尽くす。恋人ができると恋愛話をずっとしていたい。最初何かありました？1個。僕これゼロですね。はい、なるほど。あ、ちなみにこれ最後に分かりにくいなっていう時は、はい、最後に一言あって、これが当てはまればっていうのがあるんですけど、うん、赤は絶対〇〇だよっていう絶対が口癖って書いてありますね、うん、でピンクは好きな人と24時間一緒にいたい、うん、協力し合いたいとありますね、うん、ではオレンジ色、はい、友達に恵まれていると思う。自分は運がいい方だという自覚がある。年齢より若く見える。海外旅行は年1回以上行きたい。嫌なことも寝たら忘れる。辛いことがあったら耐えるより違う道を検討。よく友達の家に行ったり自宅でホームパーティーをする。行動力に自信がある。転職経験があったり転職を厭わない。どんなに恵まれていても 1,2 年で次の職場を考えてしまう。でキーワードは3年単位でリセット。いろんな世界を見たいがオレンジ色。何個ありました、はい、4個。僕は5個ですね。はい、なるほど。では次、黄色。騒ぐのが好き。甘えられる立場にいるととにかく何もしないでお任せしちゃう。盛り上げ役になることが多い。おいしいものを食べている時が一番幸せ。恋人になると言いたいことが言えなくなってしまう。今話聞いていなかったでしょとよく突っ込まれる。意地悪な人の前では動悸がする。楽しいことには命がけ。この人多少ふざけても怒られないかなと接する相手の様子を見る。お腹が減ったり眠くなると機嫌が悪くなってくる。何個でした？2個。ああそうですか、はい、あ、これちなみに最後の一言が、はい、ずっと美味しいものだけを食べてたいなでしたね、はい、僕これ7個ありましたね、はい、では次、ベージュ。ちょっと色が濃くなってきましたね、はい、ベージュ。こだわりがあるよねって言われる、うん、自分にとってのいいものを選びたい。衣類や食などは素材にこだわりがある。不安になっているお店がある。雑な人がひどく苦手。年齢不詳と言われる。大勢での会話が苦手。夢は隠居。水筒を持ち歩いている。お店をやったらいいんじゃないって言われる。でこの人の一言は、将来は自給自足の生活をしてみたいがベージュでした、うん、何個ありました？2個です。ああ、僕これ1個です。では緑色。緑色はよく相談受けやすく頼られると嬉しい。よく道を聞かれる。いい奥さん、いい旦那さんになりそうと言われたことがある。人が傷ついている姿を見ると自分のこと以上に傷つく。リフレッシュには海より山を選びたい。短期決戦は苦手。
容量は正直あまり良くない、不思議と人に助けられる、どんなに怒っていても相手の話を聞こうとする、よく店員さんに注文を無視されたり間違えられたりする。この人の一言はお気に入りの商品を大量にストックしがちとありますね。何個ありました？2個。ああ僕3個6色終わりましたね、はい、エメラルド、クールに見えると言われる、つるむのや群れるのが苦手、動物の前ではあらあらそうなのねーと赤ちゃん言葉になりやすい、休日もいろいろと動き回っている、見かけ以上に硬派、筋が通ってない人は大嫌い、渋すぎる趣味を持っている、中身はおっさんだよねって言われる、実はかなりの隠れオタク、贈り物を褒められることが多い、 いや贈り物をした時にセンスいいねみたいな話なんですね、温厚だけど切れるとかなり怖い、身内に激しく怒ることがある。この人の一言は外見と内面が全然違う、自分の説明が難しいとありますね。何個ありました？3個。ああ僕これ0個です。次、青、リサーチ好き、食事とファッションにお金を投資する、客観的なエビデンスを重視する、ムーディーな雰囲気のお店が好き、計画を立てるのが得意、冷静な部分を自覚している、他人から見て素敵であることを大切にしている、自分じゃないんですね、他人から見て、適応力はあると思う、準備してきたことを発揮できないと結構落ち込む、恋人への理想は高い、初めは怖い人だと思ってたって言われがちってありますね、うん、次、水色、おじいさんおばあさんに好かれる、気を緩められるのは自分の部屋のみ、もう帰っていいですかが心の口癖、うん、言わなくていいです、うん、心の口癖もう帰りたいかもしれないですけどね、オンラインで知り合った友達や知人を大切にしている、同性の集団行動が苦手、2、3年に1回全てが嫌になってやめたくなる、放っておいてほしい、飲み会に行っても2軒目は断る、堅実な暮らしを大切にし貯金もある、プライベートは秘密にしたい、実は毒舌、早く家に帰ってゲームがしたいなぁがこの人でした。何個ありました？2個。あ僕これ1個。あ2個か。体調なんか基本的になんかロースコアですね。はい、そんな感じです。そうなりがちですよね。はい、これ打っていいのかなぁがそう。ではターコイズ、恋人候補になる人は体の相性も重要なポイント、海と山だったら海に行きたい、冬の間は夏を待ち焦がれている、露出多めの服が好きで基本薄着、自分も他人も筋肉が重要、ダメな人間との恋愛も多数、すぐ友達になれる、外国人スターが大好き、祭り好き、気分が乗らないとすぐに家に帰る。この人は夏になると心が騒ぐ、祭り、音楽、ビーチ。はい、何個でした大将？1個。あ僕2個。はい、次はシルバーです。人と合わせるのが苦手、感情がないと言われたことがある、システムや構築という言葉に惹かれる、気持ちの切り替えが早くすぐ次の可能性を試す、定番の服装がある、オフの時は仕事の着信を拒否、勉強熱心である、こだわって選んだ自分だけのお店リストがある、頼られると親切だが営業時間内に限る、一つのことに夢中になると部屋が散らかる、
ゆくゆくはフリーランスで自由にやりたい。オソですね、はい、オソですね、はい、何個でした？8個。すごい。僕これね、はい、ゼロですよ、はいはい、次白です。人には言えないがかなり潔癖。仕事ができない年上の人に厳しい。怖い。気を許した人にはストレートに物を言う。仕事は完璧にこなすが休日は放っておいてほしい。人の短所長所を的確に見抜く。疲れてくると五感をリセットしたくなる。風景を変えてリラックス。シミュレーション魔、要はシミュレーション命みたいな感じなんですかね、うん、大きい声では言えないが少し霊感がある気がする。中学生のような理屈を大切にする。失敗はしてもいい、頼ってもらってもいい。ただ反省や改善がない人は無理。なんでちゃんとみんなやらないのが心の口癖。では紫色、うん、歴史にどうしても惹かれる。涙もろい。先輩後輩など上下関係を大切にする。ごひいきのチームがある。上品なものに惹かれる。話が長いと言われる。知らない人におごってしまう。飲み会が好きで 2軒目3軒目も行ってしまう。損得だけで決めたくない。思い出の品を取っておきたい。何個ありました？1個。ああそうですか。僕はこれは5個ありましたね。では次ネイビー。自分に厳しく他人にも厳しい。怒ったら相手を追い詰めてしまう。慣れ合いが苦手。始めたことは最後までやり遂げたい。認めた人はとことん応援する。ミッションをクリアすることが生きがい。初対面の人は信用できるがよくチェックする。休日に体を鍛えるなどストイックな面がある。チームワークを優先すべきだと思う。長期的視点で物事を計画したい。ネイビーの人は仕事モードになるとどうしても手を抜けないとありますね、うん、隊長これ何個ありました？1個。ああ、僕もこれ1個だな。では次残りはあと4色、はい、茶色、森の色、黒、金色ってあります、はい、次は茶色です。茶色、責任感がある。何歳になっても実家が好き。実家に特別な思い入れがある。心を込めることを大切にしている。急に自分のミスを指摘されたりするとパニックになりがち。口癖は大丈夫。いきなり深い話をされやすい。相手の話を最後までしっかり聞く。手帳やメモに予定や思ったことをたくさん書く。認められない時期と認められる時期の差が激しい。これ多分自分が人に認められる時期と、うん、なんか認められないっていう時期が、うんうん、っていうことなんでしょうね、うんうん、すいません。激しいんですよ多分差が。すっごいチヤホヤされてるって感じる時とすっごい孤独な時。主観で OK です、はい、そんな役割を引き受けたこともある。この人はほわーんとしていて素朴な人に見られやすいとありますね。隊長これ何個ありました？2個。僕これ5個だな、うん、はい。では次森の色。ファッションがかなり我流。好きなものには24時間365日接していても幸せ。集中すると寝食を忘れる。推しているものをバカにされると絶対に許せない。何かの強烈な不安である。好きなことは3時間語れる。空想好き。小物を組み合わせたり手作業で何かを作ったりするのが幸せ。
好きな分野に関しての行動力が高い。社会生活？何それ？と思っている。何それですかね、ごめんなさい、ちょっと名古屋なので。でこの人の一言は、私の生活は推しのためにある。何個ありました？1個。僕も1個だな。ではあと2色。黒、何日引きこもっていても平気。自分が美しいと思ったものが全て。排他的だけど認めたものにはとことん優しい。こだわりを持たない人間を信用できない。表面的なことで人を判断しない。変わっていると言われると嬉しい。似たような形状の洋服をいくつも持っている。目を見て話すのがやや苦手。一人の時間がないと死ぬ。人間関係をブロックしたくなる。この人の一言は、尖っているように見えてただ集団行動ができないだけとありますね。何個ありました？1個。あ、なるほど。僕これは4個だな。はい。では最後、金色。金ゴールド。不幸なニュースを見ると自分が何とかしなければと思ってしまう。各国の伝統文化を取り入れたようなファッションが好き。ピンチや予測不可能なことがあると楽しいと思ってしまう。借金をしてもそれで成長できれば OK。 自分が大切にしている価値観を共有できないと部下を切ってしまう。肩書きに興味がない。思い立った翌日にニューヨークに行ってしまったりする。まあ、これ多分ニューヨークじゃなくても、まあ、全然いいと思います。周囲に起こることが予測不能。人生なんとかなると思う。奇跡を感じた経験がある。でこの人の一言は、生活を変えて不幸な人を本気で減らしたいですね。体調何かありました？2個。僕は3個です、はい、っていうので今18色やりましたが、はい、皆さん自分のカラーは分かりましたでしょうか、